大人の私と一緒じゃないのね。まさか一人で私に会いに来たの？妖精エリ、嬉しいわ。なんて失礼な人なの？私だったら約束の時間よりも先に着いて、愛しい人の子と一緒にいられる最後の時間を大切にするのに。そうよ、真相を知ったらあなたはここを出るんでしょ？昨日一緒にタイプライターを直した時に大人の私がそう話してたわよ。彼女はとても寂しがってたわ。私たちをずっと覚えてもらえるように、彼女は最後の島にいろいろなサプライズを用意したのよ。メイが眠るたびに楽園の夢が見られるほどのサプライズね。そうすればあなたがここに残ってくれるかもしれないって。本当に彼女ったら甘いわよね。あなたはここでたくさん苦労したんだもの、残ってくれるはずないでしょう。え？違うの？それはちゃんと理由があるのよ。昨日あなたたちが去っていった後、誰もデータ室に来なかったの。どうせ暇だったし、外の風景を見に行こうと思ったのよ。午後の日差しはポカポカしてて、空気も甘い花の香りがしたの。モフモフした猫ちゃんにもたれたらすぐに眠っちゃったわ。再び目を開けたら日は暮れてて、猫ちゃんもいなくなってたの。急いで戻ったら、なんとデータ室の鍵がかかってたのよ。とこしえの楽園に危険なものはないから鍵をかける必要なんてないわ。とにかくあらゆる解錠魔法を試したけど、結局開けられなかったし、庭で夜が明けるのを待つしかなかったのよ。そうよ、こんな状況は初めてなの。あるに決まってるでしょ。可愛らしくて魅力的で完全無欠な管理者の妖精さんがいるじゃない。なんてね。確かにないわ。まさか誰かが唯一無二の私を狙ってる？それはいけないわ。妖精エリはそんな暴挙を許さないんだから。扉を壊す魔法を使ってでも相手の間違った行動を阻止しなきゃ。これは非常時の手段よ。では愛しい人の子、お先に失礼するわね。私に任せてって言ったよね。
来た甲斐があった。どんなお宝が入ってるのかな。風をまとい、迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。それはありえない。僕もそうだと思ったから何度も確認したよ。もしかしたら私たちの視線の届かないところが存在しているのかもしれない。そんなに理解しがたいことだったかしら。まさか今でも彼女がどこかに隠れて私たちの表情を見ながら笑ってるとでも思ってるの？彼女は一度もそんなおふざけをしたことはないはずよ。おや、
まさかあなたの口から彼女に対する肯定の言葉を聞くとは思わなかった。メビウスもかなり驚いているようだね。あら、誰かと思えばあなただったのね。ごきげんよう、メイ。何か用事でも？彼女に何か用事でもあるのか？すまない、来訪者。エリシアはトラブルに巻き込まれたようだ。彼女はいなくなった。あら、どうやらラットさんはまだ分かってないみたいね。スーの話はいつも分かりにくいわよね。私が訳してあげましょう。あなたが探してるあの女は死んだわ。もしいつかこうやって私に対してトリガーを引くことで大多数の人々を助けられるのなら、ケビン、あなたはどうするの？
ではあなたに何かアドバイスをした方がいい？待ち続けよう。優柔不断なんてあなたらしくない。ケビン、あなたでもどうすればいいかわからなくなった。そうでしょ？そんなに複雑ではない、アポニア。この状況下で一つだけ頼みがある。かつてエリシアが君に渡した彼に聞くのはやめた方がいい、メイ。君には関係ない、そう言うだけだから。でも今は焦る必要はないよ。スーがその真偽を確認しているでしょ。ええ、少し前に私は楽園でおかしな変化に気づいた。それは無視できないような空洞めいた感覚だった。だから私の代わりに観測してほしいとスーにそうお願いしたの。私にとって感知は確かに簡単だけど、遡ることとなるとやはり第二の神の鍵を持つ者の方がよりふさわしい。私がやると関わってくる部分がより多くなるだけだから。もしかしたら今のように言葉を交わすこともできなくなるかもしれない。エリシアは楽園から完全に消えた。ええ、これが初めてだよ。現れようとしないことと消えてなくなることは違う。それに、はあ、今はスーの出す結果を待ちましょう。